かっきもるぜ。ようこそ、直江の闇科教室へ。だんだん日が伸びてきて、撮影時間が長いぜ。はい、というわけで、最近、がん治療薬のオプシーボっていう薬の副作用についてニュースでやってました。オプシーボという薬は、免疫チェックポイント阻害薬。人間の免疫監視機構を復活させる薬です。なんかこの辺めっちゃかっこいいな。で、その薬の前に、皆さん、がんって何ですかって言われたら、なんて答えますか？ね、やべえ病気。くらいで終わってないですか？がんっていうのは人類が共通して、誰もがかかるかもしれない病気です。がんを予防することはできるけど、完全に防ぐことは無理なんですよ。さらに生涯では男子 62%、女子 47%、もうまさに2人に1人はがんになってしまうという、しかも最強の病気っていうね。というわけで、オプジーボという話題のいい機会なんで、もうまるっとすっきり全部がんってこと、学んでいきましょう。なんで弱気になったんだ最後。はい、というわけで、まずガンって何ですかって言われたら、簡単に言うと、もともと自分の体の中でせっせせっせと働いていってくれた細胞が突然変異しちゃったものがガンです。俺たちの中にある正常な細胞がいろんなダメージを受けて、だん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 蓄積していって、それがガンになっていくんです。この外界には細胞にとって様々なダメージがあるわけですよ。そのダメージがね、どんどん蓄積していくと細胞はガン化します。アニメでよく見るあのシーンっす。なんかめっちゃいいやつだったやつが、なんかチクチク攻撃されて、なんて闇落ちしていくみたいな、そういうちょっとずつ闇落ちしていくイメージね。さあさあ、ここからね、ガンのプロセスをお話ししていこうと思うんですが、多分ね、あの例のごとく、動画長くなってしまうので、前編後編にね、分けたいと思います。ご了承ください。じゃあまずこの前編では、後編を理解するための、細胞のね、増殖っていうそのプロセスのお話をしたいと思います。まずはじめに、これだけは絶対に押さえておきたい DNA と遺伝子のお話です。少しモンスターを飲みます。うますぎ。まず DNA のお話から。それじゃねえよ、それだと野球チームになっちゃうんで。あ、やべ、あれくっどけってバカ野郎。まず DNA なんですけど、はい、適当ですけど、よくテレビとかでこういうのを見ません？これが DNA です。DNA っていうのは、簡単に言うと、タンパク質の図書館だと思ってください。細胞っていうのは、いろんな部品が組み合わさってできてるのよ。その部品の作り方っていうのが、DNA の中にはいっぱい入ってます。じゃあ遺伝子。これは、DNA の中の、そのタンパク質の作り方が書いてある一部。まあ、いわば一つのレシピ本みたいな、その領域のことを遺伝子って呼びます。まあ、簡単に図式すると、まあ、DNA っていう図書館があって、その一部。ここには一つのレシピが入ってて、ここには一つのレシピが入ってる、ここには一つのレシピが入ってるっていう、まあ本ですね、タンパクのレシピ本みたいな、これが遺伝子です。まあこういうイメージですね。体の中にはこういうレシピ本みたいのが2万5000以上もあって、それをこういろいろ組み合わせて人間っていうのができてるわけですね。さあさあ、 DNA と遺伝子、これは簡単に理解できたところで、細胞っていうのがどういう風に2つとか3つとか増殖していくのかっていうのをお話ししましょう。まず細胞っていうのは、そもそも何もしなきゃ絶対に増殖しません。しかし、この増殖因子さんが細胞の表面にある受容体、まあいわば受付ですね、受付に、すいません、どうも、細胞増殖因子室、いつもお世話になってます。すいません、この細胞をもう一つ増殖してもらってもよろしいですかって、こいつがこの細胞に増殖のお願いをします。この増殖因子さんの連絡を受けた受付は、細胞内に増殖の連絡でーすっていう風に、まあ細胞に伝達するわけですね。まあやってくれーっていうお願いするわけですよ。この連絡を細胞が受けると、細胞内シグナル伝達経路っていうのが細胞内で、働き始めます。はい、というわけでちょっと図式してみたんですけど、受付からいろんな機能を持ったタンパク質にこういう風に、連絡が行くんですよ。普段はこいつらはお休み状態なんですけど、今は細胞内シグナル伝達経路っていうのが働き始めてるので、こいつらは、もうめちゃくちゃ働きます。もう脱ニート、もう脱ニートって感じ。まあいわばね、連絡網みたいな感じで、こうポンポンポンって連絡が回っていきます。で、最後の人は、この細胞の中にある核の中に入っていって、転写因子ってやつに連絡を届けます。で、連絡を届けると、転写因子が、この核の中にある DNA を複製して、新しい、同じね、全くこいつと全く同じ DNA をもう一つ複製します。この仕組みはね、車のね、アクセルみたいな感じで例えられます。受付からタンパク質にズーンって一気にアクセル全開で連絡をぶっ放します。そして核の中で
ある程度こう DNA の複製が終わると、今度はこのタンパクちゃんがアクセル全開のタンパクちゃんにくっついて、はい、というわけでみんな仕事終わり、あ、もう寝ていいよ、あ、もう家でもほんとクソニートやって、またはい、おやすみおやすみ、というわけでこのアクセル全開だったタンパクちゃんに新しいタンパクちゃんがひっついて、こいつがねブレーキの役割をしてくれます。それで細胞増殖が止まります。あの余談なんですけど、もう一つずつのこういうね細胞の中にはちゃんとあの全部の DNA がちゃんと入ってます。だってこれ細胞を作る図書館なんだから、もしねこれがこういう風に仮になかったとしたら、この細胞さ図書館ないんだからさ、ここ周り作れないよ。だから一つずつの細胞の中にはちゃんと DNA がそれぞれ全部入ってます。これ覚えておいてくださいね。これがいわゆる細胞の増殖の仕方です。じゃあなんで細胞の増殖の仕方をねお話ししたかというと、がん細胞っていうのは今言った増殖の仕組みがぶっ壊れたものだからです。さあこっからがんの仕組みを説明したいところなんですが、やっぱりさ長い動画を見るのって結構辛いし、なんなら俺も編集大変なんで、あの公平に回します。ただ最後に言って、がん細胞って言われるやつらの特徴だけ簡単にお話しさせてください。がんと言われる細胞の特徴は、1、自律的増殖、2、社会性の喪失、3、無限増殖能、4、免疫監視機構からの回避、5、血管新生、6、浸潤と転移。次の動画で今のやつを解説します。さあみんなでガンマスターになろうぜ。それやべえか。